こんにちは、マセンの北川です。今日はですね、今年販売するちょっと新商品のカニ味噌コーラ盛りっていうですね、商品がありまして、まあ、コーラ盛りというか、もうこんな形のもうコーラですね。はい、もうズバリズワイガニのコーラだけセットっていう、まあ、商品がありまして、でまあ、これ僕的にはですね、あのズワイガニの中で一番カニ味噌が好きなんで、カニ味噌の部分だけ入ってくるっていうセットは個人的にはですね、非常に嬉しい商品なんですけど、はい、まあ、この足の部分はですね、もう工場の方で切り落として、まあ、足の製品に回して、でこの甲羅の部分だけが、まあ、残ってくるので、このコーラだけを集めて商品にしました。はい。ということで、通常ですね、ズワイガニ1キロぐらい入りますと、まあ、今年非常にカニも高騰しているので、1キログラムあたり、だいたいまあ6000円前後ぐらいで、販売されていることが多いと思うんですけど、こちらの方は1キログラム入っていて、まあ、お値段はそのもう半分近いですね、お値段になってます。はい。でこちらのまあカニの甲羅だけ届きますんで、今日はちょっとせっかくなんでですね、だいたいこれ5個前後入ってるんです、まあ、これはちょっと頭が大きいのが入ってるんで4個入りなんですけど、ちょっと中ぐらいのサイズやったら5個ぐらいですし、小さいやつやったら6個ぐらいっていう形で、まあ、だいたい5個前後入って1キロという企画なんですが、今日はこの4個入ってるんでですね、ちょっとさばき方とか紹介しながら1個ずつですね、ちょっとアレンジメニューを作って、こんな風に楽しんでもらえたらいいんじゃないかなということで紹介していこうと思います。はい、であとこちらさばき方のですね、こちらの紙の方も商品にお入れしておりますんで、どのように解凍してどのようにさばけばいいかっていうことはこちらでも参考にしていただけます。はい、でちょっと、調理の方ですね、やっていこうと思います。お願いします。ではこちらのコーラですね、このようにまあ袋に入ってますんで、まず袋をですね開けていただきます。はい、でこんな感じで、まあ、今日のカニのサイズだったらコーラが4個ですね入っているという状態ですね。はい、こんな感じでコーラだけカチカチになってます。でこの表面にですね、このグレースっていう氷の膜がついてます。これ乾燥を防ぐための膜なんですけど、こちらの方はこのようにですね、もう流水を直接当てていただいて洗い流してください。まあ、大体この表面だけでしたら大体もう30秒とかですね、もう1分ぐらいで洗い流せますんで、はい、はい、こんな感じですね。でお味噌はですね、どうしても解凍にちょっとお時間がかかってしまいます。殻にこう包まれている状態の中のカニ味噌はですね、カチカチに凍っている状態なんで、表面の氷を取った後にこのままですね、自然解凍していただきます。はい、では残りもやっていきますね。はい、でちょっとですね、この甲羅にこういった貝とかですね、汚れみたいなのはついてしまってたりする場合はあるんですけれども、まあ、そちらはちょっと天然資源のものということでご了承いただけますと幸いです。はい、こうやって洗っていると取れますね。指でちょっと軽くカリカリとすれば貝殻とかがついてたりするのは取れる感じですね。はい、こんな感じです。こんな感じですね。はい、でこんな感じで表面の氷を取ってもらって、あとは自然解凍ですね。自然解凍の場合、部屋の室温の場合ですと大体ですね、まあ、目安は5、6時間ぐらいとさせてもらってますし、冷蔵庫の場合は1日程度ということなんで、余裕を持ってですね、前日に、まあ、このような状態で仕込んでもらって、で一晩ですね、冷蔵庫の方でじっくり解凍して翌日に食べていただくっていうぐらいの方が、まあ、余裕を持って調理できそうですね。
ではちょっと回答を待っていきたいと思います。はい、じゃあこちらでコーラが回答できました。はい、ではですね、今日はこの4つのこのカニのコーラ味噌を使って、まあ、まずはそのままカニのコーラ盛りですね、カニ味噌と肩肉をほぐしたコーラ盛り、あとこちらで、まあ、卵とネギをあえてですね、まあ、ネギ卵、あとここにチーズをまぶしたチーズ焼きと、あと最後にご飯をですね入れてですね、まあ、カニ味噌チーズご飯みたいなやつを作っていこうと思います。はい、ではまず4つさばいていきますね。はい、でこちらまずさばき方なんですけれども、この甲羅の赤い面をですねこう下側にしていただいて、ここのまずお腹のふんどしと呼ばれるここをまずこう指先でこのように取っていただきます。ここはもう捨てていただきますね。はい、でこの状態で簡単にですねパカッとこんな感じで両サイドの肩肉をこう持ち上げてですねいくと、こんな感じで簡単にパキッと割れます。でこの肩肉の部分にですねカニ味噌が入ってますんで、まあ、こんな感じで甲羅の方に取り出していただきますね。でこんな感じでしっかりですねカニ味噌の方が入ってます。これがもう純正のですね本ズワイガニのカニ味噌ですね。で、まあ、このままだけだとちょっと寂しいので、この肩肉の身もですねしっかりほぐしてカニ味噌甲羅盛りをですね作っていこうと思います。ここの、ガニと呼ばれるですね、はい、ここは、取っていただきます。まあ、こんな感じで指先でも簡単に取れますし、こういったこうカニバサミとかですね使ってチョキチョキ切ってもらっても大丈夫です。でこういう薄皮みたいなところもこの段階で綺麗にしていきます。で甲羅の方もこのくちばしの方を取っておきますね。カニのここに口がありますんで、ここですね親指でグッと下に押していただくと簡単に外れます。でここにもこのような形でカニ味噌が残ってたりするんで、ここはほぐして甲羅の方に入れてあげてください。もったいないんでしっかりここも取り出していきます。こんな状態ですね。はい、でまあ、肩肉なんですが、まあ、簡単な方法としてですね、ここにこんな感じで筋目が入ってます。はい、ここの、筋目の部分に沿ってこう切り込みを入れてですね、まあ、こうパーツごとに、ここで分けていきます。そうするとこんな感じでパキパキとですね、肩の部分を分解していくことができます。はい、であとは肩肉のカニ身をほぐして、甲羅の方に取り出していくという感じですね。はい、こんな感じで一節ごとですね切っていただくと、意外と簡単にここの肩肉もこんな感じでカニ身が取り出していけます。はい、でこんな感じでもう全部のカニ身をですね甲羅の方に出していきます。はい、でこんな感じで今2匹目ですね。はい、で先ほどですねこの肩肉のさばき方を、まあ、ここの節に沿ってですね切っていくという方法をご紹介させていただいたんですけど、今回商品に同封させていただいた肩肉のさばき方は、ここですね、もう真っ二つに切っていただくっていう方法をちょっと紹介させていただいていたんで、そちらの方もやらせていただきますね。はい、こんな感じで、肩肉をもう真ん中の部分に沿って、こんな形で切り込みを入れていただいて、こう肩の部分をパカッと半分にですね、割っていただきます。はい、こういう状態ですね。これは皆さんよくお店とかでも見るような状態だと思いますけれども、
この状態で肩肉をですねほぐしていくということももちろん大丈夫なんで、これはあのお客様のお好みでやりやすいですね方法でやっていただければと思います。はい、ではですね今こんな形で甲羅盛りが4つですね、仕込めた状態ですので、まず1つはですねこんな形でシンプルに、ノーマルですね、カニ味噌と肩肉の甲羅盛り、これがまず1品完成です。で続いてこちらの方に卵の黄身とですねちょっとネギをあえてちょっとだけアレンジしてみようかと思います。はい、ではこちらに黄身をポンと乗せて、ネギをまぶして、はい、でこちらが2品目、カニ甲羅味噌の卵ネギ乗せですね。で続いてチーズトッピングですね。こちらチーズをトッピングしてちょっとオーブンでですねとろっと焼いていこうと思います。はい、でこんな形でチーズをトッピングしてこれはちょっとオーブンで焼いていきますね。はい、最後にこちらがカニ甲羅盛りのチーズリゾット風ご飯を作っていこうと思います。はい、みりんが今日ないんで少し煮切り酒をですねちょっとこう適量ですね入れてカニ味噌をですね伸ばしていきます。はい、で続いてここに白味噌ですね。はい、白味噌を入れていただいてカニの味噌とですね合わせて伸ばしていきます。でちょっとだけ味を整えるので醤油を少量ですね入れておきます。でこちらの方にご飯を投入していきます。でこれをしっかり混ぜていきます。こんな形ですね。はい、でこちらに先ほどほぐしたこのカニのカニ身を豪快に、意外と結構ありますねてんこ盛り。はい、カニ身を豪快にのしてさらにチーズですね。はい、こんな感じで4品目カニ甲羅味噌リゾット風ご飯ですね。はい、でちょっとオーブンでですねさっと焼いていきますね。5、6分ほど焼いていきましょうか。はい、できました。じゃん、甲羅味噌を使ってですね簡単アレンジレシピですね。こうやってなんか4つ作ってみると結構いろいろ楽しめていい感じですね。はい、ではですねちょっと味見の方もしておきたいと思います。はい、まずは一番ノーマルなカニ身と味噌を和えた甲羅盛りですね、そのままの味の状態です。はい、こんな感じでこうカニ味噌とですねこう和えていただいて、はい、いただきます。これもシンプルにうまいですね。このカニ味噌と肩肉、やっぱカニ味噌好きには何とも言えない一品です。はい、でこちらが、卵の黄身とですねちょっとネギを入れてみました。せっかくなんでこんな感じで混ぜていただいてみますね。黄身とネギとカニ味噌といただきます。あ、合う、合いますね。なんか卵とネギ入れただけなんですけどなんか一気に料理屋さんっぽく仕上がってます。卵のとろっとした感じとも合いますね。うまい。このままご飯にかけてカニ玉丼とかしてもうまそうです。で続いてこちらが、チーズ焼きですね。先ほどのこのほぐし身にチーズを入れて焼いただけ
っていうシンプルな状態です。はい、でこちらもいただきます。うんうんうん、あ、なるほど、うん、まあ、カニの塩分があるんで、あのチーズに関してはちょっと塩分があんまり入ってないやつの方がいいかもしれないです。ちょっとだけこのまま食べるとこう塩気が気になりますね。あの塩分のないチーズとか使った方が良さそうですね。うん、でも美味しい。最後にこちらリゾット風にちょっと焼いてみようかなと思ったんですけど、結構チーズがしっかりめに焼き上がってますんで、カニと味噌とチーズと、はい、いただきます。うん、あ、なるほど、うんうん、ちょっとご飯の方ですね、もう少しあのしっかりめに焼いてもよかったかなって感じです。ちょっとご飯の上にカニの身が入ってチーズを持って焼いたんで、上の方はしっかりあの焼けてるんですけど、ちょっとこの中の方は、まあ、焼けてないですね状態なんで、先にご飯とかをもう少し焼けるように、ま、混ぜて焼いてもよかったかもしれないですね。うん、これはもうちょっと改良必要かもしれないです。うん、でも美味しい。ということで、まあ、今回ですね、この新商品の、まあ、本材のこの甲羅味噌ですね、まあ、こうさばき方の紹介をしていきながら、ちょっとこんな感じで一手間加えていただくことで、まあ、甲羅盛りだけじゃなくてですね、いろんなこう食べ方をチャレンジしてもらえたらですね、いろんなこうカニの食べ方の幅動画も広がるかなと思いますんで、ぜひ皆さんもなんかこういったアレンジレシピとかですね、アレンジの食べ方とかあるよとかですね、あのぜひちょっと教えていただきたいなと思います。はい、それでは今日も、ありがとうございました。